十代目、待ってください。話を聞いてください。極寺くん、気持ちは嬉しいけど今回は遠慮しとくよ。町内会主催の演劇教室だから無料っすよ。二人でこの教室に出て演劇のスキルを高めましょう。だからこれ対象年齢5歳以下って書いてあるじゃん。明らかに子供向けのお遊戯会だよ。だったら俺が先生に言って中学生向けに授業内容を変えてもらうっす。そんなの無茶だよ。ちびっ子が悲しむよ。10代目、俺の提案を受け入れてくれないんですか？今度、中学生向けの演劇教室があるなら絶対行くから。有料でも参加するよ。マジっすか？うん、並森町じゃなくても電車で行ける範囲なら行くからさ。今日は帰っていい？わかりました、10代目。早速中学生向けの演劇教室を調べます。日本全国片っ端から調べるっす。極寺くん、あくまで電車で行ける範囲だよ。わかってますって。人里離れた村まで連れて行かれたらどうしよう。10代目、先に帰っててください。俺はまだここでやることがあるんで。極寺くんが学校に残る？珍しいね。いいから、10代目、早くこっから立ち去ってください。どうしたの？そんな怖い顔して。もしかしてまた喧嘩とか？心配ないっすよ。そんな大したことじゃねえっすから。なんだかわかんないけど、お疲れ様。また明日ね。お疲れ様です。おい、そこのおめえ、てめえだよ。さっきからずっと十代目にガン飛ばしてただろ。そうに決まってんだろ。見慣れねえ顔だな。どこのクラスだ？答えられねえのか。十代目にメンチ切ったやつは俺が全員ぶっ倒す。よく言った。10代目を尊敬しているとはなかなか見込みがあるじゃねえか。まあ忠誠心があるのは認めてやろう。だが俺に言わせるとまだまだ甘い。俺が一から鍛え直してやる。まずは基礎知識だ。おお、転校生か。じゃあいろいろ教えてやる。行くぞ。また知らねえのかよ、おめえは。マジで電化製品に疎いな。もしかしてこれも知らねえの？これってどれだよ？
んじゃ言ってみろよ。何に使う箱だ。使い方は合ってるみてえだな。じゃ注意点を教えてやる。命に関わるから心して聞きやがれ。中に入っているものは気軽に食うな。下手に手を出すとそいつが毒料理ということもある。もしかしておめえ携帯電話も知らねえのかよ。今時そんなやついねえぞ。さっきから聞いてっとどうも怪しいな。世間知らずにも程があるぞ。本当はおめえ何者なんだ。さては10代目の命を狙いに来た刺客か。その忍者のような口調ますます怪しい。化けの皮を剥いでやるぜ。消えやがっただと。どこ行った。待ちやがれ。くそ逃げやがったか。本物の忍者が10代目の命を狙いに来てるのか。なわけねえな。忍者は時代劇にしか出てこねえはずだ。今時忍者なんているわけがねえ。俺ほどの優秀な頭脳の持ち主がちょっとでも忍者の存在を信じたなんてダセえな。さーて家に帰って全国津々浦々、いや世界中の演劇教室を調べるぜ。待っててください10代目。